女子プラスをご覧の皆さん、こんにちは。尾崎さよこです。今日はですね、ハロウィンに使える簡単な猫耳のヘアメイクをやっていこうかなと思います。すごい簡単なので、ぜひ参考にしてください。お願いします。まずは、猫耳の耳を作りたい場所は、まあ多分それぞれ違うと思うんですけど、私はこの辺にしようかな。ちょっと後ろ目、もうほんとざっくりなんですけど、を束で取ります。どのくらいかはっていうのはもうご自由になさっていただいて大丈夫です。で、取った毛束をしっかり逆毛を立てていきます。こんな感じ、後ろね。はい、それでですね、この立てた逆毛の毛束をくるっとねじって、ちょっと余裕持たせる感じでふわっとしながら、こうかな、こんな感じで、ここをピンで留めていきます。で、ちょっとあの表面に逆毛の束みたいな、逆毛のなんですかね、毛が出ちゃうとちょっと格好悪いので整えていきます。最後にスプレーで固めます。はい、できた。こんな感じです。じゃあこちら側も同じようにやっていきます。でですね、後ろから見た時にここの毛先の束が見えないようにしたいので、入れる時なんですけど、ピンで留める前ですね、ちょっとこうくるっとしながら中に、この猫耳の中に入れ込むような感じでピンで留めていきます。で、さらにですね、猫耳のちょっととんがった感じを出したい時に、一番てっぺんのところですね、ここをこうちょっと引っ張ってあげてください。で、またこう無糖で整えて、猫耳の形をちょっと表現してみたらいいかなと思います。はい、これで猫耳ヘアの完成です。簡単なので、ぜひ皆さんも試してみてください。続いては簡単猫メイクのプロセスをご紹介したいと思います。